はい、ドン。こんな感じです。ルフ軍対スマチ式。これ決勝戦、このカード。あ、3、そうやね、3先です。はい。ここ3先いきます。ラスト3先。はい。さあ。ステージはホローバスティオン。ホローバスティオン多すぎだろ。ホローバス多くね、なんか。別にええけど。さあ、スマ戦対ルフ軍、予想できねえ。戦いが。うん。あ、ここ、え？ジャンプなかった？さあ、ここで事故ってしまった。あ、裕次郎ナイス。新庄が今日、有給取れなかったって言ってました。じゃあもう、凍結しろ。無断欠勤しろ。無断欠勤しとけって言っとけ。俺が負けたのも滅ばす。ちょ、滅ばす多くね？別にいいけど。さあ、これちょっとすいません。きつい。やっぱこいつはロマン塊だわ。こいつどこでも狙ってんな。すいません。しかもこのレベルで、このレベルの相手に上火当てられるってことはもう本物だわ。そう、これルイージーはね、上火あるからね、わかんないんだよね。上火あるからこれどこまでいくかわかんねえんだよ。どうなるか。刺さった。あー、ちゃんと通り過ぎてから、うわ、弱で飛んだ。あれ飛ぶんだね、弱で。さあ、丸々1ストックリードされる展開。ちょっときついね。すいません、これきついね。すいません、意地見せるか。ぶっ壊すか、それとも普通に勝ち切るか。いや、当たんない。これ判定が、あ、回復されちゃった。いや、今の回復ちょっとやだね、メンタル的に。復帰が、復帰うまい。ジャスガからファイヤー、うざいね、あれ。あー、買い上がりにサンダーが一度取って壊すしかないね、これは。確かにすいませんの活路はちゃんとずらしてる。さあ、このままルフ軍が勝つか。あー、燃えてる燃えてる燃えてる。さあ、 149% 対 120%、 157%、 超寿命スマブラ。お互い超寿命。うわー、さすがに飛んだ。さあ、1本。ちょ、待って、ここでトリッキーな選択をしてきたよ。あ、本人ね。あ、オッケーオッケー、ありがとう、ヤガミライト。ここでまさかのキンクレ、半分諦め。コメントしてますけど、諦めんなお前、それ無理だから、そのキャラマジで。イザナミされるぞお前、エルニーニョで。エルニーニョイザナミされるぞ。なんかでもちょっと押してるけど。ああ、もうほらほらほら、ちょっとこれ木を照らってね、なんかとりあえず流れを変えたいという、そういう意志の表れのキンクルかもしれない。とりあえずキンクル使って、キンクル使うっていうか、なんか違うキャラにしてみたらなんか怒んじゃねみたいな。まあ、その気持ちはわかる。でもキンクルうまいね。普通キンクルうまいね。埋めてどうする、下投げ。ウエスマまさかの先制してく。あ、ほにゃららないとし、さ、サンドバッグを使うだと。それな、まさかのここでサンドバッグを選択してくるという、ぶっといタクを見せてきて、しかも先制していく。あ、これ入るよ、入るよこれ。あー、来ちゃった来ちゃった。おい、エルニーニョイザナミ回避していって、ザクダバイで 25%。 あ、崖のファイヤーが、さあ、超寿命サブラ。あ、それはさすがにやられる。その復帰ミスはさすがにね、しばかれる。あ、ミッコのアイスパシ、これはエンターテイナー。
確かにこれはね、ここでキンクル使ってくるあたり、まあでもね、ストック先制したところでね、そっからがやっぱルフ君のスマブラなんだよ。あそっから始まるから、ルフ君はやっぱきついか、これはこれきついか。あー、エルニーニョ、エルニーニョ来たぞ。あ、エルニーニョ、おい耐えろ耐えろ、ゲージ消えるまで。お、ここはイザナミを抜けてって、抜けてったけど 159%、 まだ生きてる、エルニーニョ鳴ってる。あ、エルニーニョ来た、エルニーニョ、やばいやばいやばい、エルニーニョ来る、これこれ、あ、来てる来てる、耐えろ耐えろ、なくなるまで耐えろ、ゲージが。あと何回だ、あと何回、あと1回くらい耐えろ。もうないぞもうないぞ、もうエルニーニョできないよこれ、ほら、うわ、それで決めんのかよ、結局それで決められちゃうの。見せるね、これはちょっとしっかりとね、ファンサービスも見てるみんなに対してのね、サービスも欠かさないというこのエンタメ、エンタメのプロ意識、俺は大好きだよそういうの。ちゃんといつでも殺せるけど、キンクルなんてぶっちゃけいつでも殺せっけど、もうエルニーニョ、エルニーニョうっせえからやってやっかみたいなね、感じでちゃんとね、見てる人たちのためにもプレーをプレーで見せていく。さあ、さすがにこれつけ焼き場はきついよな、さすがにこれはきついよな。まさかの構図、まあ、ここはね、お前がね、キンクルで俺のメインと戦うんだったら、俺もキンクルでお前のメインと戦わせろやみたいなね。いやでも すいません、これチャンスだぞお前、ここはちゃんと勝てよ、しっかり勝てよ、ここはここしっかり取んないとお前あかんで、ほんまにここはちゃんと取れよ。ほら、サンドバッグし、サンドバッグさせてもらったから、向こうもサンドバッグさせてくれるんだって。ああ、だちゃんとここは取んないとあかんで、ここ取って本気のバトルにつなげよう。いや動きが動きがえ、これキンクルメインの方、キンクルメインの方やないっすよね。おいおい、やばいぞ、すいません、まあ、これ負けたら普通に負けるな。先制された。おいおいおい、ちょっとこれはまずいんじゃないか、すいません。お前キンクル得意だろ、好物だろ、好物やろこれお前の、いいんか、これはまだだね、うん、いいのかこれで。さあストック取り返して、これ一歩すません。いや普通に普通にルフ軍のキンクルレベル高すぎてくさ。当たった。これはやばいね。おっ、つかみを徹底的に拒否する。このつかみの拒否がうますぎる。意地でも捕まんねえぞみたいな気迫すら感じるよね、もはや絶対捕まるもんかみたいな、やらせねえよみたいな。あ、やってるやってる、あれあのボール君の技やってるわ。おっと、逆からいった、もう捕まれない。え、でこの勝負捕まれた、ルフ君うますぎる、それこれ一回も捕まえてないんちゃう。でもまだ分かんないからね、上 B やってれば全然ぶっ壊せるから。やばいんじゃないか、あー、うますぎ。キンクルクル軍にクル軍に解明しろ。死んだけど、いや、あるぞあるぞ、すいませんすいません、即死決めろお前のお得意の。
これで勝ったらもうクル軍に改名ということで、クル軍クル軍は受ける。いやーすいません。お、行くか。あ、さすがに山田分かんなくなってきたよ分かんなくなってきたどうなるんだこれ。あ、さあこの復帰はまだ開かない。いやさすがに取り返した。ちょっと危なかったけどここでいろんなキャラにさあラストって言ってるけどね、これまだラストか分からんからね。これ全然だってここでスマ戦勝ったら最終戦に持ち越しだから。いやでも展開的にはな、ここスマ戦勝って最後ねガチのルフレ対このルフレ対ルイージー見て終わりてえな。あ、ルイージーって面きついんだ。あ、そうなの。あー復帰うまい。あーでも確かにきついなこれ。あ、ちゃんとずらしてる、えらい、いい復帰。ちゃんと復帰をずらしていくけど、これ崖から帰れない、すいませんが。パーセントもじわじわとね追いついてきて82% 対、134% ほぼ5分。メガボルト当たったらもうバーストできちゃうよ。さあこれメガボルトに変えてくるルフ軍。復帰うまい。あー、ここでなんか事故った。事故ってストック先生。さあこれねルイージ不利みたいなんで、ここで即馬されたくないところだね。ここで結構ダメージ食らわせて、あるいはね勝ちか確定させて死にたいところではあるけど。おっと、これ掴んで決める、まさかの決めたー。やっぱり見せてきた。そしてまだ生きている。決めたね。すいません、決めたよ。さあここで丸々1ストックリードの展開。すいません、熱すぎるぜ。どうなるどうなるどうなる。さあここ復帰阻止いけるか、決まらない。いやまあでもこれはここは多分すいません取るだろう。もうここまで来たらさすがにここまで来たら取るな。どうなる。おっとおっと不安な空気。今の後ろだけで知らないかな。最後上 B で決めてほしい。いやそんな余裕ねえだろ、さすがに、さすがにそんな余裕はないだろこの状況で。うお、え、どうなる。いやーまだわかんない。100、でも 153% か。基本何でもバーストするんだ。もう掴んだらバーストするでしょ、これ掴んだら勝ちでしょ。じわじわ来てる、じわじわ来てる。あー、ちゃんと復帰した。まだわかんないよこれまだわかんないぞ。まだ当たんない。これそうだね、 DA でもバーストすんね。なんでもいくよこれ。さあしかしここでルフ軍最終ストックまで粘ってる。あ、これ死んだんじゃね。ああ、ここはジャンプないところにルフレでも、ルフレに戻してきた。ステージはまたホロバスです。ホロバス率
ホロバス率どうなってんの。終点とかで俺見たいんだけど。さあここでようやくメインキャラ同士の対面。おっとおっとおっと、あ、ずらしてる。あ、太郎正雄ナイスパシー。すいません勝ったら赤スパ、すいませんすいません、お前勝てよ、絶対勝てよ、すいませんお前。いいぞ一気にすいませんの応援サイドと、すいませんのサポーターと化した一気にすいませんのサポーターと化してしまった。すいません、ウィビ決めろ、俺が焼肉いけるかどうかかかってんねん。魚民か焼肉、魚民か焼肉か牛角か、牛角の一番おいし、あの高いコースの食べ放題か。さあそしてじわじわと逆転されてるね。149番、弱で飛んだ。いやもうこれちゃんとでも別件してる、ちゃんと別件してるからね、あそこら辺飛ばないんすよね、まだあれ別件見せたら死んでるからね。さあすいません追いつけるか、あー回復、それうぜえな、その回復、そこでの回復はちょっと精神的にきついか。ここもちゃんと別編してる。バーストしたい。さあまさかのここで勝ちか確定か、勝ちか確定を許してしまう展開。いや復帰うめえ。これもちゃんとね別編してるんだよね。これきつそうだなこれすませんきつそうやなあーやばいやばいやばいあーここで決まってしまった。最後は3立て、いやー硬すぎる。もう見ててすませんしんどそうやったもん。さあということで優勝が決まりました。